はじめは注目されたがどんどん数字落ちてった木下さん。だけど芸人の意地できっと数字戻ってるに違いない。そろそろ時間も経ったし高評価得てると思ってみたら、何しても低評価上回ってました。再生数が伸びない。ついにうんこネタに手を出す。そのうちうんこくんじゃないかと思いました。日本で知らない人いないと思われる勝俣さん。圧倒的知名度を使ってついに YouTube に参戦。夢人の話とかの見てるし、トーク力とか学ぼうとしてみたら、自分のこと話すと誰も見てくれませんでした。ファンゼロに説を裏付ける結果、知名度だけじゃダメだと学びました。やちまったなで昔一世風靡したグルポコさん。最近はゲームの実況とかを頑張ってるみたい。流行りのネタ作った芸人さんだし、人気なのかなと思ってみたら、コメントの数がゼロ件でした。そんなことあるの？よく見たらコメントあったけど1、2件でも内容は温かくて泣きました。のグルメレポーターの彦摩呂さん。食レポ動画をやってて結構伸びてそうと思ったら伸びてない。美味しそうな食べ物出してもダメならローラーを出してみたら、ローラーでようが伸びませんでした。ローラーのチャンネルは超人気あるのに、彦摩呂いるとダメなの。一番の被害者はローラでした。不倫騒動で一躍世間に言わせた原田龍二さん。お風呂系 YouTuber として新境地開拓をしてた。巨乳グラビアタレント出して胸で数字を稼ぐ。反省してないと言われてました。完全喋るだけで荒れてた。石田一世はだいぶ見た目が変わっていた。ユージは面白いのに数字地獄。ネズッチは相変わらず鉄の鳩でした。品川庄司は二人とも大変そうだった。次長課長の小本はガジサック使ってもダメ。フルーツポンチの村上は1000回にたどり着けない。